北。こんにちは、ゆたろさん、はい、今年のキャンプでは、はい、あの3桁、3桁の選手たち一生懸命、まあでもね、今年のキャンプだけじゃないよな。あ、まあ毎年そうか、毎年そうだよ、頑張ってるよ、育成の選手も3桁で、そう、支配下目指して。そうだな、まず支配下にならないとさ、何もこと始まらないからさ。そうなんですよね。あ、でも、まあ、昨年より今年、はい、その前全然遡っても年々レベルが上がるというかさ、はい、まあ、そんな感じがするな。そうですよね、うん、豊さんどうですか、このキャンプで各チームで目立った、はい、支配下選手に近い選手、まあ、三桁の育成選手たち、ね、まあ、いない球団もいたからね。あ、そうですよね、うん、だからあれだけども、まあ、巨人の中では中田、はい、中田歩夢選手19歳かな、うん、まだそうですね、守備はうまいんだよ、はい、とはやっぱバッティングというね、あの湯浅投手から打ちましたね、まあ、まあセンター前にね。そうなんですよ、打ったけど、はい、まあ、その一本ではね決められないけども、はい、まあ、だけどやっぱ持ってるものは本当に育成なのみたいな、はい、守備はうまいしね、うんうんうん、ただスローイングがちょっとな、まだちょっと安定性に欠けるけども、はい、でもいい選手だなっていうふうには感じたよね。そうですね、だから阿部監督もその練習試合だったりとか積極的に使ったりとか、まあ、まあそうだね、はい、あと台湾の遠征チームにも入れましたので、うん、まあ、そういうところでも非常に期待されてるよ、されてますよね。だから、うん、まあ、早くそういう意識を持たせて、はい、早く一軍のチャンスをね、うん、導いてあげると、うん、それが一つのモチベーションになるし、はい、だって三桁背負ってたらさ、うん、絶対一軍はないわけだから。そうなんです、ね、そうでしょ。だからそういうモチベーションを持たせてあげるっていうのはすごく大切なことかもわからないね。そういうのを早く勝ち取ってほしいよな、うん、そうですよね、まあ、内野手争い巨人は非常に厳しいですけれども、あ、今も固定でいるので、その中でやっぱり勝ち抜いて、うん、まず2桁支配下なってますね。まあ、そうだな、背番号な、はい、はいはいはい、さあそして京本、はい、ピッチャーですね。お、面白いなと思ったね、うん、はい、まあ、その時はね、まあ、ちょっと変化球主体ではあったんだけど、ま、うん、っすぐに力あるし角度あるし、はい、こういうピッチャーが支配下にいるんだと思って、うん、すごく魅力的だったね、はい、まあ、ちょっと言い過ぎかもわからないけども、山下俊平太の小型版みたいな、の小型版、うん、だからこれからどんどん出力が上がっていったら、もう本当に今でも結構早いんだよ、はい、だけどもっともっと精度よく出力が上がっていったら、うん、これが使える選手になるよ、まあ、あの潜在能力が本当にあるピッチャーなんですね。あるその前に投げたピッチャーがなんか朝食行ってて、松井だったかな、朝食行ってて、うん、カーンとホームラン打たれたんだよ、はい、だからキャッチャーが怖がってね、ちょっと変化球主体になっちゃったけども、はい、まあ、だけどあれグイ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 押してたら面白いピッチャーになるなと思ってね、うん、育成にいるんですね。見てたけどもね。でこの京本投手も台湾の編成チームに選ばれたということで、いや、もうそりゃそうだな、はい、やっぱりね、連れて行きたい、連れて行きたいと思うし、阿部監督がかける思いっていうのは伝わってきますよね。まあそうだね、はい、うん、で、あとはルシアーノ、はい、早いな、152キロですね、うん、出してましたね。いや、もっと速くなるんじゃないの。そうですね、なんかもう投げる球が育成の球じゃないよというふうに声が上がってるそうです、ね、いや、それはそうでしょう、はい、それはバンバンピンピンいくもんね。ですよね。あ、だから可能性としたらすごくあるね、はい、あの育成2年目で、まあ、24歳と若いので、うん、どんどんここから伸びていくっていう可能性が十分にある投手です。まあそりゃそうだね、うん、だからまあ早くいい経験をさせてあげたいよね、うんうんうん、そしたらなんかこう吸収力もあるような、はい、そんな感じもするし、うん、だから支配下にしてあげるといいのかなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、ファンの間ではライマルみたいな化け方してくれたらいいなっていうふうに。何？ライマル、ライマル、ライマルマルチネス、あ、ピッチャー、あ、ライネルマルチネスそう、分からんぞ俺も。もういろんな外国人がいるから一時間違えただけでわけわからなくなるからね。そうですね。いや、そりゃ可能性はあるよね。ありますかね。いや、球威がまずあるっていうことだよね、うん、あとはやっぱコントロールの安定性と、はい、まあ、駆け引きだよね。そうですよね、うん、だから、まあ、楽しみではあるよ確かに、まあ、巨人はね、一生懸命あの育成をだいぶ取るようになってきて、うん、まあ、その中から本当にいい選手がね、うん、出てきてるよな、うんうん、だからハマればね、はい、本当に抑え候補になる可能性だってあるよね。十分ありますよね。あ、他にどうですか、育成選手。まあ、中日はクリスチャン、
はい、ロドリゲス、まあ、今出てますよね。そうだね、うん、まあ見てる感じでは経験をさせたらどん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 こう成長していく、で守備もうまいし身体能力があるしどんどん成長するかなって思うんだよね。だからいい土壌だと花は育ちやすいじゃない、はい、でも土壌が悪いとさ育ちも遅いじゃない、いい花に育たない。だ土壌を与えてあげるとすごい選手になるような感じがするよな。立浪監督も積極的に今試合で使ってきてますしね、うんうん、そうだな、はい、でも一気にレギュラーっていうことも、いや可能性が、まあ、バッティングがねっていう風な話をされてたんで、うん、だから、まあ、ここら辺がねどうなのかっていう、でもそれも経験させばさすほどなんか身になるというかさ、うん、俺はそんな選手になるんじゃないかなっていうのは気はするけどね。で今中日のその内野手のあるポジションっていうのはその定まってないだけにチャンスが十分にまああるあるありますよね。と思うよ。そうですよね、うん、だからその育成から支配下になるそのチャンスっていうのも非常にある選手ではありますよね、まあ、そうですね、うん、あとは小田、はい、足が速いんだよね、うん、普通のセカンドゴロでも間一髪になるからね、あ魅力的ぐらいな走力を持ってるという。いやだからバンテリンでね、まあ、戦うとやっぱここ1点取りたいって言った時にやっぱ足っていうのは武器になるんだよね、うん、そういう意味ではそのいきなり試合に常時出れるかって言ったらそうでもないと思うんだけど、うん、ここ大層ってなると小田っていう風な感じになるけどね、まあ、ベンチに置いときたいっていうことですよね。そうそう、バッテリーコーチの小田じゃないよ知ってる多分走れないと思うけど。もう無理ですよね。現役の時からダイソーでも出てるわけなんですね。まあ、字が違うしな。あ、そうですね。こっちは、おっぽのおですもんね。あちらは小さいですもんね。そうそう、はい、でも、ローマ字表記だとお一緒なんだよ、ね。一緒日本。ODA だ、ね。そう、日本語って難しいですね。ODA とかやってたけど。まあ、だけど、小田なんていうのは、本当にベンチ入りを目指すんだったら、うん、足という意味ではね、はい、貴重な戦力になってくる可能性があるよね。いいですね、一つのことに特化してるっていう、まあまあ、ね、それはもちろんそうだよね、はい、それはもう持って生まれたもんだしさ、うん、それを武器にして、うん、いや生き抜いていかなきゃいけないから、うん、足を磨いてほしい、まあ、走塁という意味ではね、どんどんアピールしていってほしいですね、はい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 、あとは松木平、はい、ブルペンで投げてる姿を見たんだけど、はい、力のあるボール投げてたね、はい、え見てたですけども、うん、育成選手なんだと思って、第2の松山、あ、はい、ああいうのを目指してほしいなっていう。十分に可能性はいやなんかあると思うよ、やっぱボールに力があるな、うん、中日の、うん、ピッチャーたちやっぱねみんな投げてると力を感じるんだよ中日のピッチャーって、うん、だから松木平なんていうのは、うん、ハマれば結構面白いかも、うん、楽しみですね。豊さんもね、うん、ブルペンで見てるだけ、まあそうだね、メアある投手ですし、はい、その他どうでしょうか。その他はヤクルトの橋本、はい、キャッチャーなんだけどさ、うん、キャッチャーあそこそう熱いんだよね、うん、そうなんですよね。ただね、はい、やっぱバッティングはいいよすごく、うんうん、昔動画でも取り上げてるけどさ、去年そうなんですよ、そうそう、そう、もう来たかみたいな、うん、怪我しちゃったんだよね、うん、怪我すんなっちゃう取り上げたのに、怪我したらゼロになっちゃうから、そうですよね、だからここまでチャンスが来てんのにさ、うん、でもいいバッティング、フリーバッティングもいろいろ見たけど、やっぱりいいバッティングしてるなっていうふうに思うよ。あ、支配下目指してほしいですね。まあそうだな、まずは、うん、そこまで来てるけどね、あともう目の前まで、そう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 、あとは福島、お、阪神の、うん、はい、ちょっとね、今2軍に落ちちゃいましたけど、やっぱ足早いよ、はい、まあね、2軍落ちたけどね、はい、でも足は使える選手だなと思うよね、うん、ただね、あそこはね、いっぱいいるんだよ、熊谷とかさ、あ、まあそうか、スペシャリストがいるスペシャリストとかいろいろいっぱいいるんだよ、はい、だから、まあ相当足が速くても成功率だな、今度はな、あ、そっか、あとはでも岡田監督はレギュラーを取れるような人が欲しいよな、うんうん、もう福島選手をじゃあレギュラーで使いたい、その育成から支配下に上げてってなると、やっぱりダイソーとか最初はそういったところでですもんね。だけどやっぱ打てないとな、行き詰まってしまうと、うん、ただ足は使えると思う。そうですよね、いやだから、まあ、そこら辺をやっぱこうもう一度磨いてね、うん、育成から支配下に上がってこないと、
そうですよね、うん、あのなかなかね、あの早いカウント初球からね、まあ、いけないっていうことは、あとは勇気だな、はい、スタートを切るな、そこをね二軍で磨いて早く2桁に行ってほしいですね、うん、そうだね。じゃあ今この挙げた豊さんの注目する育成選手の中から支配下登録最も近いのは誰ですか？一人だけ？いやいいですよ、何名かでもいいです。いやそれは京本、お巨人の京本、はい、投手、ルシアーノ、おルシアーノ投手、はい、でクリロナドナクリスチャンロドリゲス、クリロド、クリロド、はい、かなと思う。この3名ですか、うんうんうん、と思うけどな。あのもうどうですか、キャンプ明けシーズン前ぐらいに支配下にできるんですか、ね、まあそうだね、うん、ただそのオープン戦は三桁でも使えるから、三桁のまま行って、うん、可能性はあるかもわかんないね、うんうん、シーズンの前にですか、オープン戦は、うん、まあでも早いうちにするかもわかんないな、うん、するとしたらね、うんうんうん、やっぱりその京本投手っていうのはその球を見てやっぱり魅力あるし、すぐ一軍っていうことではないかもわからないけども、阪神がリリーバーを待機させてるように待機状態にするかもわからないよね。なるほど、そうかそうか、入れ替えもすぐできるように。そうそう、あまあルシアーノはもう使いたいよね。いやもういいんじゃないですか、即で。いや本当に、うん、ちょっとねケラーが不安って言ってた分、まあまあそうだね、はい、で中日のロドリゲス、はい、クリスチャン、本当にいい土壌を与えてあげたいよね、うんまあ、そしたら本当に吸収力もあるだろうし、はい、日本の野球も理解してるから、うんまあ、例えば来たばっかりだけどなんかセカンドにピックオフしてみたりだとか、はいまあ、本当に立浪監督が多分ちゃんと言ってんだろうね、あのロドリゲスに、うん、だから日本の野球にも慣れろみたいな、うん、あのだから母国はキューバだけども、あのそういう野球もすごくいいけども、うん、日本の野球はこういう野球だよっていうのも、うん、コーチを通して多分教育してると思うよ、うんうん、だから今挙げた3人か、そうです、はい、は近いと思うよね。おお、支配下も近いと、まあ、中田もどうかなと思うけどね、中田山選手も、うん、小田もどうかなと思うもう全員、まあ、いやそのぐらいいい選手がいるけども、はい、ただその京本、ルシアーノ、クリスチャン、はい、この3名はなんかこう支配下になっていきそうな気はするな。おお、はい、いやじゃあ背番号がねちょっと2桁に数が減ってる、その背中を見たいですね、早くこの選手たちの。クリスチャンなんか、うん、ネオの背番号7番もらって、はい、ネオがなんかピッチャーらしい背番号、逆に新しく変える、うん、クリスチャンは宇野勝になってほしいポンしないですよねしないよしないしないしない、わかりました、ね、本当にあのいい選手たちがね、はい、本当に頑張ってたから、うんね、支配下に、ね、なるといいなっていうふうに願ってます。はい、はい